もう朝か。そうだ、今朝8時に大人たちがやってくるんだ。こうしちゃいられない。あー、もう朝っぱらから大声出さないで。大変なんだよ、もう8時だ。なんでこんな遅くに目覚ましセットって。しんのすけ、おう、グッモーニング。お前だよな、タイマーセットしたの。いかにもタコにも、ちゃんと8時にセットしたぞ。それじゃ意味ないだろ。大人たちは8時から子供を捕まえ出すんだぞ。っていうことは、逃げるためには8時よりもっと前に起きなきゃいけなかったの。8時に大人が来るのに8時に起きたんじゃ手遅れなんだよ。あちゃー、あちゃーの一言で済ませんなよ。あれ、園長先生がいる。見て、入ってくる。まだ暖かい、近くにいるぞ。いいでしょ、これが本当の隠れ家だね。でもいくらなんでも狭すぎるよ。苦しい。まずい、閉めろ。行ったかな。ねえねえ風間くん。なんだよ。おしっこしたい気持ちのことを尿意って言うよね。それがどうした。じゃあおならしたい気持ちの時はなんて言うのかな。それはヘイ。おう、へいへい。お前、まさか。当たり。やめろ、ここで音を立てたら一発でバレちゃう。大丈夫、安心して。すかしっぺにするから。もうみんな大げさなんだから。え？父ちゃん、ガキがいたぞ。父ちゃん、そこでおとなしくしろよ、坊主。おりゃ、お、王女が悪いんだよ。くっせ、なんじゃこりゃ。あれ、出てねえ。あ、これ待て待て待て、くっし、覚えてやれ、くそ坊主。必ずめっためたにしてやるからな。おっと、見つけた。おとなしくしなさいね、母ちゃん。ティンマ、なんだこの赤ん坊は。話しなさい。いい加減にしないと、ただじゃおかないよ。ほら、話しろ。Ha ha ha!